これポルシェ。ポルシェ GT3。 でかいキャリパーついてんな。これ6スポットぐらいあるな。もっとか、もっとかもしれんな、うん、ポルシェ。いつのか、はあ、結構新しいピッカピカだもんな。クラシック的な感じのポルシェではないね。最近だよな、ほんと。これじゃないんだろうな。1000万円そこらで多分買えんだよな、ほんと。ポルシェは。買えんのかな。これ結構ローダウンもしてあるか。車高もなんか若干低いよな。そうだよね。タイヤも結構つらきてるもん。ひょっとしたらホイールも変わってる？ポルシェでも最初からこういう感じ？まあでもちょっとドイツ車はやっぱ洗練されてるもんでね。いじらんでもかっこいい可能性があるから。どうなんだろうな、この、この微妙な車高。ポルシェ。まあ、せっかくなら後ろから回るか。マフラーがどんなんかな。マフラーがどんなのか。さっき見た 4.0 っていうのと同じか。あ、でもちょうどタイヤがいい具合に攻めてるな。車高も微妙に低いです、うん、まあでもノーマルでこれだっていいよな。ポルシェ GT です。マフラーは多分これノーマルだよな、多分。フラーは多分これノーマルっぽいな。ノーマルっぽいな。左ハンドル。